藤田純一は、日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、劇作家、演出家である。本名同じ。牧野正造の牧野プロダクションの助監督として、キャリアをはじめ、牧野の没後、脚本家として、河合映画製作者、新興キネマに移籍、1934年に監督に昇進した。山中貞夫らによる、鳴る滝組にも参加し、 片岡千恵造プロダクション、日活、東宝映画と転々とした。第二次世界大戦中から戦後にかけて、江ノ県一座の雑木作家として活動し、初期のテレビ放送劇の台本も書いた。脚本家としての別名に、見たはじめ、1965年からは、黎明期の成人映画を量産。この時代には、藤田純八、岡野進藤と名乗った。連続テレビ映画、 郵政王子の監督としても知られる。1910年、兵庫県有馬郡三田町に生まれる。1920年代に牧野プロダクションに入社、助監督を務め、中島と光に指示する。1929年からは、中島作品のために脚本を書く。同年7月25日、市の中島が1930年末に同社を退社し、 帝国キネマ演芸に移籍すると、明けて1931年1月30日に、公開された、幕末風雲記、堀新兵衛の牧新門達五郎の牧清水次郎長の、牧の脚本を最後に同社を退社、東京、巣鴨の可映画制作者に移籍した。本案、オリジナル含めて14本の脚本を量産し、1932年7月22日に、 公開された金城の主演映画人生の岐路」を最後に死の中島がいる京都の新興記念マに移籍人生の岐路公開の翌日である同23日に公開された父を訪ねて3000里ではすでに藤田の脚本を使用していた一方死の中島は同年末には中島が1年半在籍した可愛い映画制作者に移籍している藤田が監督としてデビューしたのは 二24歳になる年にあたる1934年7月26日に公開された小金井正の主演映画、日後の小曲げたである。日本映画監督全集の藤田の孔を執筆した岸松尾は偶然同作のクランクアップの日に京都の新興キネマの撮影所を訪れ、その疲れた顔をよく記憶しているという。岸が同撮影所を訪れたのは、 山中貞夫と親交があったからで、当時山中は、三村慎太郎、稲垣博士、矢弘富士、滝沢英介、藤井茂次、土井聖寛、萩原良と共に、ナルタキ組と称した脚本グループとしても、活動しており、藤田はこの集団に、井上金太郎、荒井良平、石田民蔵らと共に、ナルタキのアウトサイダーとして参加していた。ナルタキ組が、 集団執筆した時の脚本クレジットの梶原金八は8人のメンバー数から命名されたが、それが増えても8で固定された。1935年3月7日に公開された河津聖三郎の主演映画、春節白日夢で、藤田は監督のほか原作者、未太一としてクレジットされて以来、これを脚本家としての別名として使用するようになり、 1936年1月25日に公開された杉山正蔵級の主演映画闇打ち気ゆきいガラスでは未田一名義で脚本監督としてクレジットされた同年片岡千恵蔵プロダクションに移籍、同年7月31日公開の女札油地獄1937年4月15日公開の 浅野匠島の2本の片岡知恵蔵主演作を監督している。女殺油時刻は、藤田の知恵プロ入社第1回作品であり、成田組が、梶原金八第16回目作品として取り組んだものであった。成田組の三村慎太郎がオリジナル脚本を執筆した浅野匠島を最後に、片岡知恵蔵プロダクションは解散しており、藤田は、 同社と配給提携していた日活に、片岡以下全員と共に移籍する。藤田は、片岡の日活入社第一作である、貝春風の監督を務め、同作は、同年6月3日に公開された。藤田が、日活で、片岡の主演作を手掛けたのは、同作が最後になり、月形龍之介の主演作を2作監督した後は、東方映画京都撮影所に移籍。 1938年12月8日に公開された幼い英雄たちで現代劇に転校した。この頃、同撮影所で岸松尾と再会し、藤田と岸は日活渦政撮影所の前通りにあった2階へで共同生活を始めたという。それは女優の白石明子が以前住んでいた物件で、隣には市川おめのすけ夫妻の住居があった。 同社の東京撮影所にも出張して9本を監督したが、1941年5月8日に公開された徳川無生の主演映画、大いなる感情を最後に撮影所を去った。同年3月には女優の忍ばず鏡氏と結婚している。京子の姉が当時、東宝映画東京撮影所の文芸家に所属した、阿ぎよ介の妻であったこと、阿ぎの原作を採用した。 文芸課長の武井亮が制作した大いなる感情を藤田が監督したこと等に縁があって見合い結婚したものである。挙式は東京赤坂の氷川神社で武井夫妻を売借人として行われた。京子の実刑は美術デザイナーの新藤聖子であり、京子は結婚を機に引退したものの藤田は映画一家の一角を担うことになった。第二次世界大戦が始まると、 藤田は当時東方参加であった江野県一座の座付き作家に転校し、1942年11月公演でカッパの国を脚色演出している。戦中戦後の藤田は江野県一座にあった。1946年8月、江野県一座は東方から独立し、株式会社江野本県一劇団に組織変更しているが、藤田はその後も、 同劇団の作品を書き、演出した。1949年12月30日には、藤田の脚本に、渡辺邦夫が手を加えて監督した、江の剣、笠木のお染め九書が公開され、合計3作、江ノ本健一の主演映画に脚本を提供している。1952年4月3日公開の花柳、小菊の主演映画、おしゃれ教授にも、藤田は、 脚本家としして参加した劇作家、演出家としての仕事面は成功し、家庭でもに何に恵まれたが、豊尚な生活の結果、1953年には離婚した。京子は、翌1954年には映画界に復帰した。その後、3年間の仕事については伝えられていないが、1956年には、日本テレビ放送網の喜劇番組。 喜劇天国に脚本を提供している。同番組は、増田キートン、榎本健一、有島一郎、清川二次子、小桜京子、三藤明子、高橋豊、古川六波、柳谷金五郎といった喜劇人が出演しており、藤田は1957年12月2日放映の、師走の風まで数本、脚本を書いていることがわかっている。古川六波は、 古川六波昭和日記において、同企画の初期において藤田が関わっており、午後3時の恋人を藤田が書いたことや、すでにこの当時、藤田が、信弘社と関わっていたことなどを書き残している。1958年11月4日に放映を開始した連続テレビ映画、優勢王子の全49話を、脚本家の伊上勝と組君で、ほぼすべてを監督し、成功を収めた。 1961年2月2日に放映を開始した連続テレビ映画、お天場天使も監督を手掛け、作品は人気を博した。1965年からは独立系成人映画の世界に転身、同年5月には、藤田純八の名で、演説四つや階段、丘の進むの名で、暑い夜をそれぞれ監督、いずれも東京放映の制作。 新東方工業の配給によって公開された。同年7月には、演説四ツ谷階段に主演した、佐京智子を起用して、生の代償を、監督、自らのプロダクションの制作、センチュリー映画社の配給により公開された。追って、同年8月、東京都港区麻布郊外町に設立された、六本木映画株式会社に参加する。日本映画発達士の田中淳一郎によれば、 同社は、藤田を中心とした制作会社である。1966年前半に、センチュリー映画社が倒産しており、藤田は、同年7月15日に、同区日新橋2丁目5番1号に設立された、株式会社東京映画社の設立に参加、同社の取締役制作担当に就任する。東京映画社が制作した映画は、島村公平が監督した。 偽れる性以外の記録が残っていない。藤村誠二は、その後、ワールド映画の営業部長を経て、プリマ企画を設立した。田中淳一郎は、日本映画発達史の中で、成人映画黎明期の主な脚本家、監督として、若松浩二高木武雄、南部大蔵、小林悟、新道公衛、伊藤、文広、小川金也、小森城、山本慎也、 湯浅波なみを、宮口圭、深田金之助、小倉休み浅野達を、渡辺守、片岡一志、福田誠一と共に、藤田の名を挙げている。1967年11月21日に、公開された、岸慎太郎との共同監督作、ダブルドッキング以降の作品歴が不明である。岸慎太郎とは、山辺プロダクション代表の山辺信夫の変名であり、 同プロダクションの制作、関東 A 杯の配給により公開された。山中貞夫の弟子であり、かつて、なるたき組のメンバーとして藤田とは近い存在であった、萩原良もまた、1969年4月に公開された、乱光ことぶきの主演作、異常の生都市上の女で、独立系成人映画の世界に踏み出している。萩原は5作を監督したが、 いずれも東京競院が制作したものであり、藤田との直接の関係は不明である。日本映画監督全集が発行された1976年12月24日の段階では、藤田の功を執筆した岸松尾は、最近聞けば先日まで病院で療養のみだったという当時の近況を知らせている。離婚した妻が育てた二人の子息は、 いずれも外食チェーンの末広に勤務したという。特筆以外のクレジットはすべて監督である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。藤田純一名義のもの三田一名義のものは特筆した。真心親父、江野県笠木のお染九章特筆以外は、藤田純八名義で監督したもの。すべてへの剣一座の講演である。 国立国会図書館蔵書等に見る書士である。ありがとうございます。